けないよ、お姉ちゃん。
切にするよ、お兄ちゃん。じゃあ、あとはケーキ買って帰ろうね。どうしたの、お兄ちゃん。
の誕生日をお兄ちゃんと一緒に祝えるんだもん。お兄ちゃん、ありがとうだよ。豪快にホーム
またまだよなんて謙遜しちゃうところがまたいいんだよ。ああいう風にできる人って憧れちゃうよね。なんかお兄ちゃん反応悪い。だって機嫌悪そう。よっ、もしかしてやきもち？そんなこと言って本当は気にしてるでしょ。ふーん、そんなこと言っていいのかな。お食事って言ってもお菓子とお茶だけなの。でもマッサージは本物だよ。へへ、ちゃんと買ってきたんだよ。貯金くらいしてるもん。いいの、私が好きでしてることなんだから。ほら。
お客様1名ご案内。お湯加減はどう？それじゃあお兄ちゃん、失礼します。え、何が？うん、背中を流してあげようと思って。もう、遠慮しないでよ。
でも、お兄ちゃんから押してもらってないよね。もう一回。わかってるって。